叩き出してしまった田島智介の即興紙芝居。今日はね、前回のねダメだった部分を払拭してやろうと思います。じゃあお願いします。ワニのプーさん、お腹が空いたな、お腹が空いたな、さてさてワニです。はやってもどー東京エオペッパーカッテです。林徹の即興エア紙芝居、お題をお願いします。3000匹の子豚。3000匹の子豚。3000匹の子豚、あるところに、2800匹の子豚がおりました。2800匹の子豚は、みんなで仲良く仲良く、それは仲良く暮らしておりました。山の向こうに200匹の子豚がありました。200匹の子豚は悪い奴らでした。何かあったら、あの2800匹の子豚を全部食べて丸々太ってやりたいと常日頃から思っていました。ある嵐の夜に200匹の子豚の中でもとりわけ悪い顔をした子豚が言いました。あの2800匹の子豚はもう許してはおけない。それを聞いた199匹の残りの子豚は拳を上げて、そうだそうだと言いました。翌朝、嵐はすっかり去っていました。200匹の子豚の悪だくみも知らず、2800匹の子豚は今日も牧草を食べていました。マングローブ沖道の今日のドメザケン。
ノーマングローブ、ノーラブ、癒し神になった王子様、早く私を迎えに来てくれないかな。マングローブ義堂です。今日ご紹介する乙女酒はこちら、アサヒカシスビアカクテル。それでは早速いただきますわ。なんだかんだ言って甘い。マングローブさんに質問が届いています、はい、マングローブさんが、好きな家具、テーブル、and パイプチェア。乗っ取り大作戦パート1ということで、即興紙芝居やらさせていただきます。よろしくお願いします。お題をお願いします。アナコンダセンター。日本文化センターアナコンダセンターでございます。こちらで取り扱っている商品はなんと今話題のアナコンダが入った16型テレビ、お値段なんと28万4000円。今なら分割送料こちらで負担。わあすごい、お父さんこれ買ってよ、これ買ってよ。しょうがないな、だがな、私の家はな。わかんねえ。しゃばれ、止まれ、あげてけろ。こんばんは、土沢ひろひでです。今日は田島智介のコーナーを乗っ取りにやってきました。いや、即興紙芝居やっていこうと思います。じゃあお題お願いします。シュウマイ先生と卒業生。シュウマイ先生と卒業生。シュウマイ先生は大人気の先生でしたが、卒業式が終わるとシュウマイ弁当に帰ってしまうことになりました。6年間お世話になった子供たちは泣きながら泣きながら先生をかじりました。先生はもういなくなりました。そんなある日のことです。餃子先生がやってきました。餃子先生はニンニクが効いていて子供たちの人気者になりました。餃子先生はやはりだったので日本に来て畑荒らしを続けていたせいで、ついに御用となってしまいました。餃子先生がいなくなってから学校には先生がいなくなってしまいました。子供たちはその日から自分で勉強するようになって立派な大人になっていきました。めでたし。しゃばれ、飲まれ、あげてけろ。オレキションペン、いかちゃんだったでしょうか。
回も意味やましい内容となっておりますので、皆さん見逃すことなくよろしくお願いします。ライブにも来てね。次回は4月22日三軒茶屋グレープルツムーンでございます。じゃ皆さんよろしくね。バイナラ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 。この世は何かいたから始まる。